ます。こんにちは、こんばんは。高橋みきもです。今回久しぶりに、こちら、歌ってみたです。ちょっと訳あって今回撮りますので、よろしくお願いします。ちなみに、歌うのは、最大の夜という曲です。テレビから流れてくる今日の日立のニュースに、しばらず帰りずにいた故郷を懐かしむ、役の住むご存知の忙しい大切が、すせしさを示唆するようにゆっくりと近づいてる。市場中のそれぞれの人たちにとって今日が何が一時一だったのか、思い出すずらすように枯れ切ったその体、発電して売るその前に何か一つだけでも嬉しい。出来事を探し出して笑顔で覚えろよ。喜びと悲しみのせい、次の電車は走るよ。繰り返す景色も人生と呼ぶのさ。人がれなをもらいてる、これかおかと知るたび、長いベッドがあるだけで幸せに見える気持ち。たりつけて吸えた後、胸に痛みが進んでも、胸の全ての友人なでは、そこで薄らいで常にを照らそうよ。それぞれの夜の果て、僕らは見つけようよ。あたふれたかわいたおじいちゃんにゅんでゆうちゅうゆれちゃいたい感謝ありがとうございました。